年に大分初めて、はい、大分初めてです。何時間ぐらい経ちました？大分着いたのはせやろちょうど22時間ぐらい。結構経った、はい、どうですか印象的には？印象はね、あの高原がすごい好きなんで、あの大分来るとき、あと温泉行ったんですけど、はい、どちら行きました？ラムネ温泉。あ、最高でした。いろいろ全国もあると思うんですけど、はい、どこの町が印象深いですか？そうですね、印象深い町、やっぱ北海道が印象深かったですね。今年は沖縄行きたいんですけど。自分の中でどういう町がこう心地よかったり落ち着いたりいい町だなって。まあ空が綺麗かったらまず好きです。あとは空気がゆったり、空間がゆったりしてるところが好きですね。まあ、余計な聞きながら話してもおかしいですかね。いや大丈夫です。リラックスできる方法ですね。リラックスできる方法、リラックスできる方法、なんかこうピアノでポロポロしてる時もリラックスできますし、美味しいご飯食べる普通やけど、まあ、音楽やってて、はい、一番伝えたいメッセージ、なんかこう特に伝えたいメッセージっていうのはないんですけど、まあ、音楽を聴いてこう楽しくなったりとか優しくなったりとか大切な誰かがちょっとより大切に思えたりとか、まあ、そういうきっかけになれば嬉しいなと思ってます。最後に、はい、まあ、大分みんな見てると、はい、一言お願いします。大分のみんな、はじめまして、おそらくルースポンチです、まだ大分ではライブがほとんどできない状況ですけども、応援してくれる人が増えていけば大分でもライブはできるなと思います。そのためには、みんなに応援があればねできるんちゃうかなと思ってますので、ぜひ、まあ、関西のどこぞのね馬の船ですけども、応援してやってください。よろしくお願いします。ルースポンチでした。